ぐらいオリジナルなんだろう。すげえな。うわすげえ。しかもねえ、はい、青なんですね。うわー綺麗な色。すげえな。スタッフ完全無視でありがとうございます。ありがとうございます。やっとかないとね。この開き方がいいんだよ ね、 またね。おはい、どうぞお越しください。ようこそお越しくださいました。どうぞお会いください。お願いします。ありがとうございます。お話伺ってまいりましょう。いやこれもねまだあの感動すごい冷めやらぬ方もいらっしゃると思いますけれども、どうぞ真ん中へお願いします。お越しください。さあ、それではショップのお名前、そして相手を伺いましょう。車、そしてご自身のお名前をお願いします。あ、オートロマンク、の諸井と申します。はい、はい、そして車が、フォード GT マーク 2B と言います。はい、はい、ということでございまして、おそらくね、フォード&フェラーリを見たばっかりの方もいらっしゃると思いますが、はい、まあ、言うまでもありませんが、何を見てほしいですか、この車を。そうですね、はい、まあまずこの車高の低さであったりですね、はいはい、まあ、アメリカン V8 でありながら、うんうん、まあ、今 の、 例えばサウンドであったり、はい、まあ、エンジンのレスポンスであったりですね、はい、まあ、なかなか見る機会がそれほどないかと思いますの で、 ないですね、はい、ご覧になっていただければ。これはいわゆる当時の車とのオリジナル比率というとどういうぐらいになるんですか。はいはい、ですね、はい、まあ、レースヒストリーはない車なんですけれども、もともとはその今回の映画になった車っていうのが1966年、はい、まあ、かなりの台数がいろんなチームが走らせたんですけども、はい、67年に、はい、マーク4というですね、はい、まあ、アルミモノコックの、はい、もうちょっとこうボディも長くなってですね、はい、ルマン用のマシンが開発されるんですが、はいはい、66年の車を3台だけリメイクして、はい、作られたマーク 2B という、はい、でその3台分の、まあ、スペアパーツですね、はい、このスペアパーツから作られた車になります。はぁ、いわゆる集めてっていうことです。お昼でございました。そしてはい、クオンマイでした。ありがとうございました。皆さん、この後も楽しんでいってください。5時まで十分楽しんでください。はい、ありがとうございました。